俺麻痺耐性あるからメインタンクでもいいんだけど。俺は大丈夫だよ、とにかく。わかんないなぁ。え、俺どっち叩いたらいい？メインの方、モブ？あー。どうだろう、シュシュさんの動き、シュシュさんが叩いてない方、なんか他のメンバーが叩いてない方行く感じかな。さっきは、モブ叩いてんのが俺しかいなかったから、うん、俺が叩きに行ったけど。でもなんかさ、どうなんだろう、それか、モブ引きつける人は一生モブ引きつけるままで終わる。モブやる人はやっぱレイピアがいいじゃない？モブ誰も叩かないで、モブ、あ、でもモブどんどん増えていくか、そうすると。え、でも多分、あれが2回しか来なくね？モブ呼ぶのが。だからそう、うん、2回でさ、2匹とか増えるじゃん、2匹3匹。あー、そういうことか。ボスだけ一方的になんか。そう。体力めっちゃ削ってたら。だから、モブだけをひたすらこの全体攻撃、一人でずっと受け切れるか、ってなる。かな。なるほど。わからんけど。でもこのモブが出てきた瞬間の、なんかボスとモブを剥げ取るっていうのがちょっとむずいんだよな、マジで。でもなんかさ、モブ俺一人でやってたけどさ、うん、なんかタゲ落ちこなかったよ。なんかタゲのあれが出ないんだよな。どうなんだ。出ないよね、あれ。まあ、とりあえず、モブは俺タゲ取るから、うん、そしたら、まあ、誰も撃ってなかったら、モブの方に来て、誰か、うん。それで、OK。スミスブレイク、とりあえず試す、その、なんか、できるかどうかっていう。ブレイクの硬さ把握してないから。じゃあ、入るか。本当に。あれ、ヤミさん、その、何？ん？なんか、白虎リズみたいなのさ。あ、これ、バースト。あ、そうなんだ。ブレイクできなかった時用の回避手段というか。あ、なるほどね。バーストで回避するのか。うん。ああ、勉強になる。裏に一応、地合いも積んだけど。なるほどね。しかも、これでいい。マジでわかんねえわ。どういうことか。蹴るナイスト用の、このタンクの編成を組みたい。どうにか。地合いの光は使えない？地合いの光？天使アスナ。あ、あるけど。あれ、天使アスナでやってた、さっき。何が？タンク。いや、それは91と一緒の編成。あ、そうなんだ。うん。地合いで試そうかな。地合いの方が無敵時間で生き残りやすいかもよ。2体来た。ああ、確かに。まあ、2体来ないと思うけど、俺、モブのヘイト取るの。2体来なかったら別にどっちでやっても。ああ、じゃあ、俺、ヘイト取るから大丈夫かな。うん。もうこれからタンク2人編成とか、タンク14になるかも。タンク2人いるのかな、分からんけどな。まだ検証段階だから。マジで。どういう風にテンプレ化していくのか。そうだね。タンク2人火力4人とかになるかもしれない。あれ待って。で、サブタンクが、モブが倒し終わったらスタック削りに移ってって感じで。まあ一旦俺は、レインピアタンクで最初やって、スタック削りながら。な。やばいやばい、死ぬ。ちょっと距離取った方がいいな、これ。距離取んないと、食らうね。だから、あれだね。クリスマスシノンとか結構距離取って攻撃できるから、いい。あ、そっか、俺、あれか。サブタンクにやるから、HP 残しとかないと。それで、
やば。よし、削った。いいね。そしたら俺持ち帰る。おか。覚醒最初打った方、覚醒使っといた方が良かったか、俺。サブ。あ。まあ、もう使っちゃうか。サブタンクやるから。呼んだな。あ、やばい。もうサブタンクに移るか、俺。どうしよう、ちょっと待って。あ、なんかちょうどよく来たんだが。ちょっと待って、え、待って待って待って、俺、全然、あ、ちょっと、あ、よしよしよし。タゲ取った。こいつどこ向いてんの？うわ、フォーカス来た。あ、殺されちゃった。ごめん。話した方がいいか。え、これさ、どうなの？モブを全体攻撃で巻き込むのがいいのか。まあ、とりあえず俺こいつ受け持ってくから一人だけ来れば。やべ、ミスった。シール。いや、モブがなかなか死なないんだけど。モブが死なないんだけど。これモブ自体は多分属性耐性ないから、他の鉄水じゃないモッドとか、持ってくれれば。龍が入室しました。龍さん、こんばんは。よし、死んだ。また呼んだ。また呼んだ、また呼んだ。俺、ずっとモブのタンクやってんだけど。グループだね、そっち来そうなんだよ。やば。誰か。誰かモブ飼ってくれ。誰か一人。死ぬ。誰もおらん。誰もおらん。やべ、モブなのに死ぬ。あ、でもまだ耐えられてんのか、これ。ちょっと話した方がいい。ちょっと話す。やばい、きついよ。俺全然火力やってねえな。これモブ倒すのも時間かかんじゃん、これ。覚醒使ったからね。あー、なるほどね。モブ強え。どう？このモブをサブタンクで離す作戦。どうですか？よし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 。じゃあスタック削り、あ、スタックはもう削れてる。あ、削りに行きます。あ、もういいの？先行スタックある。もう倒せるか。どう？どうでしょう？サブタンク。きちい。できればな、俺がヘッド取りたいけどな。サブタンク、斧でもいいかもしれない。バリトンで。あ、でも斧だときついかな。でも斧でもいいのか。どうでしょう？そのサブタンクが俺のとこにモブ連れてきて、俺がバリトン打って。ハイタッチみたいな、なんかこう交代。何で俺がそのなんか2体できんのか、それタンクやるかみたいな。なんか持って。いや、サブタンク良くないでも。うん、ただどうだろう、あのメインボスのさ、うん、スタック削るのが今課題だね。そうだね。うん。俺、ブレイクが来なかったから。やっぱアクセルでスタック削るとか。え、じゃあちょっと待ってね。
編成変えるわ。アクセルでモ、あ、モブは、あ、モッドをさ、装着したやつアクセルで打つと終わっちゃうから。はいはいはい。いや、だから、から編成あ。あれか、モッドでいいのか、そしたら。いや、それか、レイピアで、あの、コネクト打って、あ、ね、スイッチでスタ消しみたいな。俺は、それでやってたから、一回その編成で、タンクをやりながら、コネクトの中に、だけず入れて。イヤミさんが今スタ消し変えてんだっけ、あの、タゲさ、うん、あ、そういうことか。白虎に入れてんだっけ。どうしよう、俺もうメイン装備もタンクにしようかな。あ、いようかな、編成を、ちょっと。なんか、もはや、レイピアでタンクやった方がいいんじゃないかって。あ、そうだよね。レイピアでスタッフ削りしながらタンク。編成をレイピア組んで、これ、うん、してみて。レイピアでスタ削りタンクいいと思うね。そうそうそう。コネクトの中にスタ削り1枚だけ入れたんだけど。コネクト、あ、スタ消し1枚だけ ?1 枚だけなんだよな。あ、俺弓もスタック削りあったな、それは。1枚だけか。そしたら、あ、そうだね。これか、1枚と、2枚あるな。何かしらでも、コネクトもう1個入れた方がいいよ。スキルクールタイムの必要が入って、その方が早い気がする。いや、俺これが一番ちょうどいいんだよな、この1枚っていうのが。あ、そうなんだ。この地合いのバーストを一番満たしやすいっていう。ああ、なるほどね。弓モッドに、これを抜いて、で、これに、スタックの削りを入れて。え、裏どうしようかな、これマジで。まあ、いろいろ試してみようか。なんか持ってたっけ、指輪なんもないわ。指輪ね、水属性ってね、作っとこうと思ったんだけど、干渉石足りなくてさ。いや、俺もひどい。あの、水の3はつけてるけど、うん、水属性ダメージ 3% 上昇と、うんうん、あの、関係ないのに、残属性の弱点ダメージが 4% 上昇だから、これしかないって。まあ、これがダメやつ。でも一応。あ、いいんだよ。裏は、ちょっと、モブ狩り。サブタンク。最低限をしておくか。あ、もうなんか、もう固まった、そのなんか、なんだろう、モブはもう、ポンプ二人で行く感じ。それでいいと思う。ああ、了解了解。あ、だったらいいか。じゃあ、バリトンアタックは入れなくていいよ。うん、いい。俺が取るから。うん、了解。で、なんかいるかな？暗い？なんかバフ入れたいな。あ、でも弓で盾取るか。弓。それでいいかな、ね。でもさ、槍が全体攻撃だからちょっとヘイト取りにくいんだよな、これが。この編成がゴミなんだな、俺。ヨミンミン、はいはいはい。この編成がゴミなんだな。水属性ミトとクルッ、でも覚醒、弱いよな、これ。編成わからんな。これがさ、キリト1枚だから、クリスマスシーン。あ、これをスイッチワークにした方がいいのかな、もしかして。こっちスイッチワークの方が強いかも。で、小春をスイッチワーク入れて、こっちの、あ、でも、遠くから攻撃できた方がいいから、あんまり近寄るとさ、近寄ると死んじゃうから、こっちでいいのかな。まあ、とりあえず俺は準備できたけど。俺も OK。クリチャリしてない？モブはクリ対戦ない。あ、モブはね。うん。あったら、意味わかんないわ。そうね。すごいなリーファのネット。うん、ワンパンできるからね。うん。でもさ、まあ、エギルが2枚入ってないからかもしれないけど、うん、あの、
ああ、そっか。応援団駅伝で、将軍裕次郎と、アスタの50% 水だったやつじゃん。ああ、はいはい、一刀両断ですね。うん。あれだと、ワンパンできなかった。へ、ちょっとだけ残る。だから、将軍を変えて、175% のやつ、入れたわ。あ、はいはいはい、わかったわかった。それでワンパンできるようになった。へぇー。だからめっちゃ強い、ここのモブ。ああ、そっか。まず、モブの時点で硬すぎるもんな。そんな。もう、この時点できついもん。最初、うん、槍で、試してみたい。うん、ワンパン絶対無理だって思って、突、インゴット、うん、俺、防具に入れてたんだけど、うん、もう諦めたもん。武器にしか入れてないんで、あと全部水。うんうんうん。そうね。だから銅色のやつとかも入ってるんだよね。ああ。なるほど。モブがかなり、あれだよね、なんか、モブ狩りでタイム変わるみたいなことを、これ出る前に言ってたけど、本当に。覚醒しよう。死んだ。俺も覚醒するか。覚醒しようとして死んだ。ありがとう。俺もこの後、サブタンクに移るからもう覚醒しちゃう。小春打っちゃうと死ぬかも。シノンのがいいね。あ、間違った。タゲスキル打っちゃった。おい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 。ごめん。やば。めっちゃ投げられた。あれ取れてない。ごめん、タゲスキル間違って打っちゃった。あれ取れたかな？取れた？まずい。うん。よし。2対1になってんな。ここまで来たら確認を取る。いや、もう150万ぐらいしかないよ。覚醒してないから。やばいね。えぐいって。最速。あれ、どこにいるぞ。アリが C6 分50。あー、これで来たんか。これも余計をやるせ。あ、倒した。よし。ナイス。あれ？飛んだ？あ、飛んでない。フォーカスか、フォーカス。いいね、スタッフ釣れてるわ。あとフォーカスか。うわぁ。バグった。やばい。いや、やばい。ちょっと待って、キモい。裏返った。危ない、危ない。はい、無言呼んだわ。え、マジで？ちょっと待って。いや、だるい。
んで裏返ったんだろう。あ、これあれか、ダメか、これじゃ、あ、倒した、ごめん、ちょっとサブタンク下手やった。うわ、ちょっと、ボックスタイミングが出れるな、ごめん。これはもう仕方ないでしょ、やばいもんこれ。いや、これ裏返るんだよな、これで。コネクトキャンセルされるんだよこれ。あー、やっぱランダムなんだね、ブレイクは。うん、ここまで来たらブレイク来るみたいな。いや、思ったほどさ、総 HP 高くないね。ああ。8000万じゃん。8000万だね。うん。あ、そんな高いの？うん。そうそうそう。体感持つ仕方。これ、ここで見れるけど。1、10、100、1000、10万、100万、8000万だね。